そうですね、でもなんか2人きりになるってあんまなかったけど、ね、そうだね、なんかでもすっごい楽で落ち着きますね、うんうん、でも楽しかった、本当になんか何言っても安心してなんか一日過ごせることができましたし、うんうんうん、なんか、うん、いろんなこと思い出しながら楽しかったです。僕がいろんなボケをぶち込んでもですね、うん、ちゃんと的確に突っ込んでくれるってすごい楽しくて、普段そんなことやらないんですけど、ちょっとかっちゃんに甘えちゃいました堀新太ですね、堀新太っていうあの共通の知人がいて、で一緒にご飯食べに行ったのがきっかけ で、うんうん、でその後まあ戦隊ものがお互いレッドをやってたこととかね、うん、あってなんかちょくちょくあってして、で定時の国で、定時の国で一緒になって、そのままこれが続けざまに一緒で、一緒でっていう感じです。同窓会みたいな感じじゃないですけど、なんかね、なんか定一の話で盛り上がるっていうよりは、うんうん、その千葉くんだったりりょうくんをみんなで迎え入れて、うん、みんなでこうよろしくお願いします、作品一緒に作りましょうっていう体制だったんで、うんうん、まあ個人的に話したりとかってなかったね。そうだね、千葉くんがでも早く終わって、結構は早朝のワンシーンで終わっちゃったんで、なんか置き手紙してってくれて、あーそうだね、なんか先帰るねみたいな、頑張ってみたいな、優しいなと思って、そう読んでましたね。不思議な感じでした、うん、でもなんかハマってましたね、なんかやっぱりなんか龍馬のあの感じもすごくかっこいい、よくて、なんかやりながらすごく真実味があった。そうだね、私バーチの先生もめっちゃこんな先生いたら最高だろうなって思いながら、ね、見てました、うん、全員かもしれないなと思って。確かにね、なんかみんななんか本当に、なんか天然な子もいれば元気な子もいればすごいおしゃべり上手な子もいればって感じで、みんななんか一律に現場を盛り上げたいみたいな気持ちがあったんで、でもいじられるっていう面では西目と亜美さんでした ね、 そうだね、役でもね、一個下っていうこともあったせいなのか、そうそうそう、その2人はでもすごくみんなにこうなんか愛されいじられてました、うん、あの2人意外と仲良くて、あの二人でなんか変な争いを恥でやってるんですよ。お前なんとか、お前なんとか、そういうのを遠くから見てて微笑ましいなとも思いますし、意外と旬の方が優勢だったりして、亜美さんの方が劣勢だったりとかもあるんですよ。そうだね、石目が本当に天然というか、うん、なんか抜けてるところがみんなに可愛がられてました。スタッフさんにも可愛がられてたと思います。アシリティ校バスケット部ですが、子孫演じる陽一が、ある事情で学校を変えるってとこから始まります。環境を変えて自分の力を発揮したり、より輝き出したりする様子っていうのは、いろんな人にとってリアルに届くんじゃないかなと思っています。ぜひ劇場で見てください。よろしくお願いします。はい、走れ T 校バスケット部はですね、実話を元にしたストーリーになっております。弱小バスケットチームがですね、強豪校に挑み、戦い、みんなで、夢に向かって走るというですねストーリーなんですけれども、その中にもですね家族愛であったり、仲間との絆であったり、いろんな要素が含まれているので、たくさんの方に共感していただけるなというふうに思います。僕らバスケ未経験だったんですけれども、みんなで、特訓してですね、躍動感のあるバスケシーンになっていると思いますので、ぜひスポーツやってる方は見ていただきたいですし、家族との話もすごくいいので、ご家族でぜひ見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。映画走れ T 校バスケット部見てねー。